水じゃがママっていう曲は皆さんご存知だと思うんですけど、このママっていうのは何だっていうのをずっと疑問に思ってる人いるんじゃないかと思うんで、ちょっと説明しておきますとですね、このルイジアナママっていうママはですね、南部の方言でなんか彼女ということらしいんです。はい、それがどうしたという雰囲気は次いきますか。私はね、ママはそのママのことかと思ってましたけど、違ったんですね。ママはママでも、ママはどこに出てくるんだと思ったらね、彼女のことそうですよ、ママのことですよ、はい、じゃあ次いきますか。次はですね、坂本九さんの曲で、ジェンカ、レッツ、これ一人で踊るの？はい、一人で、そうです、踊れるもんだな、踊れるもんだな、ね、ね、じゃあ一人で、それから明日から2曲、続けていきます。Yeah.
次行きますか。リトルエヴァの、ロコモーションとそれからフォーロンカのダイアナを行きます。なんか涼しそうですね。いい、涼しくないちょっと暑いです。そうですか。じゃあ行きましょう。Thank you.
たなんか変なダイヤになっちゃいましたけど。あ、そうですか。気づいた人いますか？じゃあいいや。ですね、次はですね、この人メイドさんって言うんですけど、メイドさんの大得意なギリシャ語の歌で、ミザルね、ギリシャ語、誰もわかんない、誰もわかる人、ギリシャ語の分かる人だったら、いたら大変なことなんです、大変なことなんですね。じゃあ、なんとなくギリシャ語、行きましょう。行きますか、はい。嬉しい、辛くて、ちょっぴりと酸っぱいな青空。
Kiss.
前で坂下さんとの秘め事がバレちゃったね。バレちゃったね。バレちゃったね。やっちゃった。じゃあ今まず出入り禁止にならないように MC つないでもらおう。はい。私たちメイドリーズはですね、これは土台無事だろうというような可愛いあの女の子の曲も。いや、さっきカメラ見て可愛い女の子っていう声聞こえましたけど。そのままいけそうなあの男性の曲をやります。そうですね。はい。それで次はですね、この人のゆうさんってさっき言いました、ね。言いました。名前呼びたいんですか。師匠と呼んでるあのエルビス・プレスリーのヒット曲から、何をしたっていいけど俺のブルース・エイド・シューズだけは踏まないでというブルース・エイド・シューズとこれブラックですかそこはワンワン吠えるだけでウサギ1匹取れないやつは友達じゃないぞというハウンドドッグブルース・エイド・シューズとハウンドドッグ、2曲いきまーす Wait one for the money for the show to get a rainy day go get over the door
トルズ行きます。何でもやりますね。何でもやりますね。でもメグミーズがやるとこうなるぞと。切磋琢磨ないぞ、ね、今日は暑い夏ですのでね、ちょっと寒くなるかもしれないけれど、はい、行きましょう。ちょっと待って、あ、行きましょう。え、のっぽろ、のっぽろじゃないですね、のっぽろさんがI saw her standing there。 もうなんか英語の発音いいですね。Standing there。 Standing there。 じゃあのっぽろさんから行きましょう。
40分になりますが、ここで皆さんに業務連絡がございます。はい、業務連絡なんですが、次の曲がですね、皆さんお待ちかねの、最後の曲です。それでですね、最後の曲歌い終わった時にですね、この人はありがとうございましたとお辞儀をします。ありがとうございました。この瞬間です。この瞬間にですね、万が一アンコールという声がかかったとしても、私たちミューミーズはうろたえないように一曲だけ準備しております。業務連絡以上です。その言葉がないと2時間でも3時間でも頭下げっぱなしになりますので、どうぞ皆さん大人の対応よろしくお願いします。それではメグミーズお決まりのこの曲からキスはメリッサー。2曲ですね、はい、いいですか？いいですよ。